ある時は鉄工所の親父。またある時はラジオのパーソナリティ。そんなヨッシー清松が、その豊かな経験と人生哲学で、あなたの明日をクリエイト。ヨッシー清松の、あなたの未来。始まりまーす。清松総合。 大分県で一番有名な社長、吉井清正です。せーの。いいね。皆さん、こんばんは。アシスタントの松本久美子です。はい、こんばんは。はい、風邪引きました。そうなんですよ。<laughs> <負>いや、今日な、な、えー、実はね、これ収録として、何本も今撮ってて。えー、<laughs> ちょっと喉がガラガラになっちゃったね。<laughs> もうね、知ってる人は知ってるんですけど、この番組ですね。あの、実はあの。五週分まとめて撮ってる時もあるのでございますね。はい。えー まあ、今何本目かな <laughs> 頑張っていきましょうね <laughs> 頑張っていかんとしょうがないですよしはですねもう2月の1日に月初めの朝礼がありますので,です、ね、2月1日、今度は木曜日でございますよね、2>, はい、2月1日木曜日、今度の朝礼には、えー、アップダウンの竹森さんも参加してくださるようにな聞いてますので、えー、ぜひその竹森さんとの親交とご挨拶したい人も集まっていただければ。 アップダウンの竹森さんといえば、はい、舞台劇「桜の下で君とで、ね、あの戦争」テーマにした特攻隊の。 そうです,そうですね。あの、竹森さんですけれども、えー、私、去年ご一緒させていただき、うんえー、今年も3月にイベントがあるんですよね。そうです。3月24日に、はいえー、今度は舞台。はい、この前はね、映画を流したんですけども、はいえー、で、今回は舞台を、本舞台をやろうと思ってます。えー、まあ、二人劇なんでございますけども、はい、音楽劇。えー ものの舞台を見ると、やっぱり違う、もっと感動するんだっていうふうに、えー、見せつけたいと思いますんで、<laughs> えー、ぜひ、あのー、3月24日、えー、ウサノピアにご参集いただければありがたいなというふうに思います。本当にあの、桜の季節にね、うん、ね舞台をされるので。ね、そうですね。まあ、この前の8月12日の時にも、うん、あの、最後に僕の挨拶で言わせていただいたんですけど、今度は桜の人で君とお会いしましょうっていう話で。我 <laughs> ながらいいこと言ったと思 <laughs> <laughs> そう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  <laughs>、はい、ねあのマスコミもね、はい、司会として3月24日来ていただける、はい、ようになってますんで、はい、マスコミに会いたいなって思う人もぜひとも来ていただければ。まあ数少ない方。<laughs> <laughs> まあその竹森さんなんですけれどもまたこの番組にもねお越しいただく予定になっております。すね、はい。 あのもし竹森さんに対するこんな質問とかあこんなことどうですかみたいな意見とか質問とかあったらこう番組の方にね、はいえー、お問い合わせいただければあのメ,メールでも何でも、えー、方法たくさんありますんでまた、えー、連絡していただければあの、まあ、それに対して竹森さんがお答えになるようなそういういいいいタイミングできたらいいねはいはい、そしてもう一つお知らせがありまして、はい、この番組はあのリスナーの皆さんに参加していただく、うん 集まっていただいてイベントを行うというね、そう,ねそういう。 そうですね。あの、毎年バレンタインデーには、あの、このリスナーの人に集まっていただきまして、ヨッシーにチョコレートを渡そうという企画がございまして、えー、皆さんチョコレート、まあ、もう本当、チルチョコレートでもんでも結構なんですけども、えー、チョコレート1個持って、えー、僕に、えー、この番組に出ていただいて、今、あなたが何をやってるのかとか、こういう、えー、挑戦をやってますんで、ぜひ応援 してくださいとか、まあ公の電波であなたのえ想い,いを伝えることができるというまあそういう企画でございます。えー、ぜひチョコレート一個持ってここに、えー、FM 大分にお集まりいただければありがたいと思いますが、その収録がはい、はい、収録が2月の2日はいはいニャンニャン。 にゃんにゃん、はい。の、<laughs> えー、1時からですね。そうですね。はい、1>, 1時から。1時に、えー、FM 大分の1階にあります、ハニカムカフェにお集まりいただければ大丈夫だと思います。あの、参加資格は、あの、僕と Facebook で繋がってて、えー、Facebook の僕のイベントページで、えー、まあ、バレンタインで企画というイベントページ作りますんで、そこに、えー、参加し、参加したいっていうポチってやってくれれば大丈夫だと思いますんで、えー まあそあのポチッとしてくれた人には、あの詳しい参加条件とか、あのそういうあのどこで、何時に集まってみたいな、そういうお話をまた僕の方からメールさせていただきますので、ぜひ、えーまあ、そのイベントページ、探し当ててもらって、それにポチしていただければありがたいというふうに思います、はい、初めての方、大歓迎です、ご参加ください。はい、続いて後半は ヨッシー清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きしてスペシャルトークをお送りします。ゲストさんいらっしゃいさて今日のお客様は株式会社支援センターライブオン代表取締役の田中美佐子さんです。はい、美佐子さんいらっしゃい。よろしくお願いします。<laughs> はいあの、美佐子さんとは初めて会ったのは、あの、うちの会社の月謝の常ですよね。あ、そうです。えー、はい。 朝礼に来てくださったんですよねあそうなれであのまあライブオンってなんかもうあの音楽関係の人かなって僕思ってたんです、うんはい、ずっとで美佐、えー、さ,さんのはどんな人かなと思って、えーまあ、メッセージは来た,来たんでどんな人かなってもう見直してみるとライブオンって音楽関係の会社でも何でもなくってうどん屋さんだったとかいやもしくは <laughs> あのどっちかというと就労者支援じゃなくてなな、はい、障害者支援障害者支援の会社だったんだっていうことが分かって、はい、おお面白いことやられてるなと思って今,今日お呼びさせていただきました。あ ありがとうございます。最初がですね、あの、知人の方から、はい、からあの、お茶の方で、はい、あの、朝朝礼をされていて、あの、職員の方がですね、とってもいい、仲のいい環境だというところをですね、うん、教えていただいて、あ、ちょっと一緒に行ってみないって言われたんですね。で、それで、初めてお伺いさせていただいて、その朝みんながですね、職員さんが手を挙げて、 その他の職員さんを褒めて,るっているう姿を見てで,す、ね、であこれってそのなかなかうちの中でも取り入れることはできないんだけどもこの考え方ってとっても素晴らしいなと思ってその日は帰らせていただきましたはいあのとてもいいあの経験をしました。 そうですね、あのいいね運動の話をされてるんですけどね本当に、えー、それを「素晴らしいですね」って後であとで LINE で僕の名刺から LINE をし検索していただいたみたいで LINE でもとても素晴らしいあの朝の会出させていただきましたみたいな LINE が来てたんですよね。この、えー 支援センター「ライブン」立ち上げられたのが2008年ということですから、はい、もう今年が16年目に入られるわけですねそうなんです16年になりましたね、はい。それからこの全くその関係ないって言えんですけどうどんがどうして出てくるんだろうっていうのが そうなんですちょうどですね、はい、5年ぐらい前にですね、えー、あの就労継続支援 B 型っていう、はい、その障害を持った方々が働く場所としてですね、はい、じゃあうちとして何に取り組もうかなっていうのをちょっと真剣に考えた時期があったんですね、はい、でじゃあそのネットでいろんなことを調べる中で「そのうの」っていうのに実は行き着いたんです。えー、でその まあ、お店の中であのいろんな障害のある方がいらっしゃるので、はい、あの一つのことができればいいと思ってるんですね、うん、でその一つのことでできる人たちが何人も集まれば、うん、そこの中でうどん店というものが出来上がるんじゃないかって思ったんで<は>接客ができるなら接客だけでいい麺、はい、を湯わくなら麺を湯わくだけでいい、はい、盛り付けをするなら盛り付けができるだけでいい、はい っていうそのチームでやればうどん店ができるんじゃないかなって思ったんですね、はあ、でそのまずでもそれにはまずちょっと自分ができるかその仕組みができるかどうかっていうのをちょっと見に行かないといけないなっていうところから、はあ、そういうのを教えてくれるところに行ってみたんです、はあまあ、うどんといえば、ね、香川にあそうなんです香川にににそのの前にですね久留米の方に、はあ 2泊3日ぐらいで行ってであこれだったらあのやり方によってはこの,あの B 型っていう中で取り入れることができるんじゃないかと思って、まあ、ちょっと A 型 B 型ちょっとあのお聞きの方区別続いてないと思いますんで<あ>ちょっと教えてもらっていいですかわかりましたあの A 型っていうのはですね雇用条件を結んで書いてそこで最低賃金以上の金額を払う場所なんですねで B 型っていうのは あのコーチーになりますだからあの低い、まあ、金額設定にはなるんですけども、うん、働いた分を入ってきた収入をですねみんなで分けるというようなイメージ雇用契約を結んでないんですね、うん、で時間が決まってるんですよね B 型の人たちってそうですねうちは9時半から一応15時半まで,です15時半まで、はい、ああそうなんですねそうです、うん、だからそ,そ,のそれ以外の時間で働いてはいけないとか そこはですねあの運営規定によって違ってくるんですけども県の方の指定を受けるときにですね、うん、あのそこのところを何時から何時までうちは B 型としてあのその設定をしますっていうところがきちんと 運営られれば大丈夫です A 型にしても B 型にしてもね、障害者の人が何が一番楽しいかっていうと、うんあの、自分が世の中の役に立ってるっていう思いが一番大切なんだと思うんですよ、すね、僕、はいあの、それこそあの、無条件にお金をもらえるっていうこともいいんかもしれない、それでもいいのかもしれない、生きていくためだけだったらそれでいいのかもしれないけども、うん、でも、その、えー、自分の働いたことの対価としてお金を もらえる、私は世の中の役に立ってるという思いが一番。彼らには、と、あの役に立つんじゃないかなって僕は思うんですよね。あのー、本当にそう思います。で、美味しいうどんだよね。って言われたことに対しての喜びとかですね。ね、あのー、今。生命の,の方。 実はこの麺はですね。実はメンバーの方、この麺が私のところにあるところです。はい。あのマスクに今日もらったのそれ。いただきました。なんかなんかものをもらうとなんかすごいいい笑顔になるよね。そうですそあの科目になるんですよ。ダジョなのにねこれに見てしまって、あのお話の途中ですみませんね。はい。あの12分動くんですって。このねこの麺が まだこれこれ生麺なんですよねこれねそうです生麺になりますでもなんかねもう見た目でわかるキチキチしてる感がわかる<ー>はいサヌキの麺になりますね<え><ー>これでもわこれこれ,これ誰がうなんか歌ってるんですかあ,あのー、これはですね本当メンバーさんが打ってるんです。ええ あのあ<ー>練りからもうですね入れて、うん、であ,あのもう全部のそうですこの製麺までの工程をできるようになっている方がいらっしゃってそうなんですかあのです麺だけどっかから買ってきてスープだけどっかから買ってきて<あ>みたいなことではなく全部製麺から自分と<れ>だけで小麦粉から作ってらっしゃるっていうことそうなんですあのちゃんと練って作ってますああいや 今日インタビューするんで、ちょっと、あの、どんなうどんなのか、食べてみないわけにもいかないな、ということで、寮母 <laughs> と一緒にね、あの、 えーと別府のガーデンハウスの方に行かせていただいたんですよあ,、はい、ありがとうございますほ <laughs>、はい、本当にねあの立派な建物だなと思ってみると見てこうインタどこから入るのかなって分かんなくてインターホンを押したらあの施設の人ができて「いやこっちじゃないですよ裏ですよ」とか言われて裏に行ったら本当にあにガーデンハウスでしたね <laughs> <laughs> そうなんですあの本当にお似合いですね あのみんなであの職員がです、ね、中心になってあのお庭って作ってくれたんですね、うん、であのこんな大きな太い丸太の木をですね、はい、切ってきてくれたんです、はい、でそれをですねあの至る所にこう配置をしてくれてあのもう本当にみんなで作り上げたお庭なんですねガーデンテラスですはい本当 <laughs> にねいやでもねす非常に美味しかったですよあの<あ>何よりもあの、えー、っとごぼう天、はい、あれすごいですね ありがとうございますいや本当見る価値ありますよごぼう店ごぼう店がすごい大きいんですよねそうなんですよねドーンって乗ってるんですけどはいそうなんですしかも美味しいんですよねあれねありがとうございます最高ですねぜひあのねなかなかねあのお店の場所を見つけるの大変だったです古市町と入り組んでるんですよねめっぱし古市町25-1ガーデンテラス豊市はい ね、いやほにあの見つけるの大変だと思いますんで、うん、時間に余裕を持って行かれた方がいいですよね、はい、でもね田中さんねそのわざわざね四国まで行かれて、はい、で讃岐のうどんを、ま、ご自身が、まあ、お客さんとしてではなく作るという視点から見た時に、はい、自分が作るというよりもその皆さんが作れる状況、はい なのかかどうかを判断するでそれをこう、まあ、細分化していくわけですよね、はい、この人にはここの作業、この人にはこれがいいだろうっていう、まあ、そういうのって、どういう意識を持って見てらっしゃったんですか。えっと、そうですねままずず最初はあの、ま、ずやってみたいこともちろんその香川に行ってです、ね、その全工程っていうところをさせていただいて、はい、その細分化ができるって踏んだんですね。はい、でこれだったら 就労継続 B 型の中で取り入れることができるっていうところになった時に、うん、あとそれを取り入れた後っていうのはまずやってみたいところに入ってもらうように考えてるんですね。うん、<で>麺を打ちたい人は麺を打つスープを作りたい人はスープを作る。 盛盛りり付付けけたたいいい人人ははるるしすってうそこ大事ね最初からあなたはこれよっていうんじゃなくてまず本人の意思ですよねでもやっぱり本人がどうしたいかっていうところから取り組んでみてでその後ですね難しかったらもうそこはまた変わっていいと思うんです絶対こうしないといけないっていうものではなくってそこが苦手だったら違うところでもこの人が苦手なところは他の人ができるかもしれない。 でその中でそのうどん店っていうのをみんなで提供できる場所を作っていければいいっていうふうに思ったんですね、はい、すごいですよねあのし,しかもこうそれがこうあの自分はやってることでみんなが喜んでもらえるっていうことを実感させるっていうのが一番大切ですよねバックヤードに入ってしまうとなかなかそう実感できないところもあるじゃないですか でもそれをこうきちっとあああの麺,ほあ麺がおいしかったよって言わあのその麺を売ってる人に伝えてやるとかスープがおいしいって言ってたよみたいなねあのとてもあの大きなごぼ店がすごく人気だよみたいなことを本人にこう伝えていくとみんなこうだんだんやる気が出てくる。 ね、そういうところありますよね、はい。そういう場所を提供したいっていうことでこのうどん店を始めました。いや本当大成功だと思います。本当においしいしね。はい、うん。 いきます、ねうんね、寒い冬にはもってこいですけど、冷たいのも美味しいって書いていや、本当にね、ぶっかけなんか最高らしいですね、僕、あの待ってる間、こうあの,他のお客さんもいて、その人たちとこうちょっといろいろお話をさせてもらって、はい、でそのお客さんにいわくこう、ぶっかけすごいんですよって。 もう麺がこのドドンと出てきてるとか言ってそのお客さん言ってましたよそれとか,らあのかき揚げが非常になんかあの有名だというふうにまそうなんです、ね、あのこのごぼ天とかき揚げってですね C ガーデンさんに会った頃にですね職員とみんなでですねもうどうしたらみんなにこう食べてもらえるごぼ天ができるんだろうかき揚げができるんだろうっていうのを。 かなり試行錯誤したんですね、はい、で何回もその作り直しをしていってでじゃあ今の形に出来上がるまでですね本当に1ヶ月とか2ヶ月とかかかったような気がするんですねんでなんかこうやって改めて考えると、まあ、その時もそうなんですけどもその今の,あのガーデンテラスのお庭もそうなんですけども。 こうみんなで本当に協力してくれてここまで来れたなっていうふうに思います、うんまあね、私たちもそうだけど仕事やってて、うん、これやって何か役に立ってんのかしらとか。 思う時あるんですでもそのこう先に何かしらのこう感想を頂い,いてね、うんうん、形になっていくのが見えると、はい、やっぱりやる気が出ますからね、い。でもなんか、みさこさんが一番なんか幸せそうな感じがしますよね、いろいろなお世話をしてるっていう感じじゃなく、なってますよねそうですね。あのもう本当に今、うん まあ16年っていうこの期間やってこれてですねでもう感謝することって山のように今感じることがあります、うん、でいろんな喜びはも,もちろんもらってるしですねあのだから一方通行だけじゃないんだなっていうのを、うん、もう本当にこう考えられる受け取れるっていうところが。 でも嬉しいなっていうふうには思ってます。うもうこの放送を聞いて、今からでもすぐ食べに行きたいというに <laughs> え、あのおすすめはえごぼう天とかき揚げでございます、ね、あの,あのマスコミし、あの問題なのはえー、っと11時開店で2時に閉まります。あ、もう今日はじゃ開いてないのね。<あ>えー、そうなんでん。3時間だけしかやってないな、ね。あの営業時間とお休みを教えてください。<laughs> はい、えー、っと営業時間は基本月曜日から金曜日の、はい。 11時開店の14時まで。はい。なんですね。で、土日はお休みです。ああ、わかりました。皆さん、お昼でございます。お昼は、麺もうぜひぜひ。お持ち帰りもできますんでね。はい。あの、お持ち帰りして、夜食べてもいいですよね。あ、もうぜひ、あの、お願いします。はい。どこを目指していくと一番わかるやすい。いや、それがね、非常に、まる、あの、関の絵の丸食そうですね。はい。の次の、大分よりの最初の信号を、 曲がってごちょごちょごちょっていうあるんですけど <laughs> あのですね十五線沿いに後藤造園さんっていうですね、はい、看板があります、はい、あそこを入っていただいて線路を越してすぐ左に入っていただくと、うんはい、突き当たりを右に曲がると左側にあります はい、で、あの、立派な建物があります。<laughs> はい、豊石うどんって看板のか、あの、なんか、旗の立った、えー、立派な建物があるんですけど、その建物は関係ありません。<laughs> <laughs> <laughs> その、あの、本当にあ、あの、土ぼこりが出そうな、あの、そんな、えー、ガタガタ道を、こう、その建物横を通り過ぎると、あの、奥にガーデン、えー、ガーデンハウスがあるんですよね。<laughs> はい はい、ガーデンテラスの,、はい、あのうどんを提供する場所があります。はい あの本当にガーデンテラスっておしゃれなイメージは想像しないでお目になってください <laughs>、はい、<laughs> ただそのとってもですねあったかいイメージで来ていただけるとああんかここってなんとなく居心地がいいかなと思っていただけるとありがたいですいろんな意味で楽しみです <laughs>、はいはい、うどんが12分かかるんですけども12分間の間はヤギでも見ておいてもらうとねそうなんです、ね、12分間ヤギあいちゃん、はい、どうぞ アイちゃんとラブちゃんっていうヤギがいます。うん、<laughs> 結構人懐っこくってね、すぐ寄ってくるんですよね。見てると。<laughs> まあぜひ、えー、皆さんお出かけください。えー、別府市古市町二十五の一、まあこれでね、うんえー、ナビで行っていただければと思いますけれども、うん。はい。はい、えっとこの番組あなたにとって未来とはという質問で締めくくることになってるんですが、美佐子さんにとって未来とは？はい。えっ、ー、と笑って生きる、うん、です。 はい、そうですよねあのあわあの楽しいから笑うんじゃなくて笑うから楽しくなるんだっていう話もありますよね、はいえー、そういうふうに考えていくとこう笑うんだってもう自分が笑おう笑おうと思ってると楽しいことが向こうから来るんじゃないかなっていう気がしますよね。 なん,もう自分なんかそうじゃなくて、なんかもう世の中、あ,あれがだめ、これがだめっていうふうに考えてると、だん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 こう、そっちの方向に向いていくとこあるじゃないですか、<laughs> 人って、えー、今、言われて美佐子さん言われているように、やっぱり笑って生きるって決めれば、こう楽しいことが絶対向こうから来ますっていうことですよね。はいということで、お話を伺いました、株式会社支援センター、ライブオン 代表取締役の田中美佐子さんでしたどうもありがとうございましたはいどうも世のため人のためそして己のためにててを社税として承認だけで成り立つ会社を目指しますはいえー 美咲子さん帰っていかれました本当にねああ,のああいう風にこうただ単に、えー、障害者だからって言って、えー、まあとにかくあのあの生活できるようにお金さえやっとけばいいやろうっていうようなそういう考え方ではなく、えー、きちっとこう、えー、なんか、えー、それをやることによって自分のや,るやりがい っていうのがあ形成されるようなふうな事業をずっとや,やられている田中美佐子さん非常になんか僕尊敬できるなというふうに思うんですよね。うん、ね、あの障害者の人権とかでお話をさせていただくこともあるんですけれども、うん、あの社会福祉の父と言われている伊藤が加和先生っていらっしゃって、うん、その方の言葉にですね、はいあの「この子らに世の光を」じゃなくて「この子らを」 世の光にっていうふうふな言葉があるんですねん、うん、まさにその精神で,で、ね、やってらっしゃるなっていうことを感じましたそうですねもう本当にやりがいをた持ってもらうっていうのが一番あの彼女がやろうとしていることだと思いますしあのー、コントラフリーローディングっていう言葉があるんですねまた横文字きましたね,ね<ー>今年もはいコントラフリーローディングって何かっていうとコントラって反対のっていう意味ですよねフリーって自由あの フリリードリンクみたたいいなただででっていう意味ですね、うん、ローディングって負担ただの負担に対応の反対側みたいなのがコントラフリーローディングっていう言葉なんですけどもどういうことかっていうとあのこれ、えー、生命の中に。あの えー、生まれた、生まれた時から持っているものなんです。例えば、えー、犬なんて、飼い犬なんて、えー、そこにいるだけで餌って必ずもらえるものだし、まあ、人間も必ず餌をやるじゃないですか。でも、彼らは何が喜ぶかっていうと、ちょっと芸をして、えー なんかお手とかして、した後、えー、ご褒美として、えー、なんか餌なんかもらうと、すごく喜ぶんですよね。えー、猫も同じで、なんかそういうふうに何かをやった代償として、あの、えー、ご褒美をもらうっていうのが、これが、コントラフリーローディングっていう言葉なんですよ。な何もしないでもらったものって、そんなに、えー、嬉しくないっていうのが、あまあ実際この言葉の、 えー、言われでございまして、えー、本当おあの、まあ、野生の中ではフォージングって言うんですけど、餌を探す動作みたいなフォージングって言うんですけど、まあ、そういうことをやった結果、得たものが非常に嬉しいものだっていうふうに、そういうふうになっています。えー、まあ、それと同じように、えー、まあ、田中さんのやられていること、田中美佐子さんのやられていることって、えーな、ただ、ただ単に、えー、 まあ支援をもらうだけじゃなくて自分が何かあ、えー世の、世の中のためにできることをやった結果として、その代償として、えー、給料という形で、まあ、お金をいただくっていうことが本当に,、えー、に人間というか生命に宿って たものなんですその、えー、コントラフリーローディングがあるから人間って進人間というか生物というのは進化し続けてくることができたもう、えー、た,だた餌、えータに餌だけ取れればいいやっていうならもう本当に我々の生命ってバクテリアで止まっちゃってるんですよ次の何かを障害乗り越えてそれを障害乗り越えたあと時に得られる何かが欲しいから 人っ,てえー、人っていうか生命っていうのはあの進化を繰り返していって、まあ、例えば今進化の頂点にいるのが人間だとしたら人間が生まれてきたのはそのコントラルフリーローリングなんですよだ,っただとしたら花川さんのやられてることって非常に、えー、それに、ね、あのかなっていることなんじゃないかなっていうふうに僕、うん、思うんですよねはい、まあ、私の視線はうどんに行っておりまして <laughs> <laughs> よっしゃ え素晴らしいお話を伺いながら私の気持ちは今日このうどんをどうやって食べようか <laughs> いただいたこのうどんは私、えー、本日八方美人うどんにして美味しくいただきたいと思います <laughs> 味わわせていただきます <laughs> ありがとうございましたそれではこの辺で失礼いたしましょうお相手はよしき終久美子でしたせーのいいね <laughs>